アウトストラーダは、ポーランドの高速道路。下記の通り、高速道路である、アウトストラーダの他に、純高速道路である、ドロがエクスプレザウィがあるが、本校ではまとめて解説する。アウトストラーダ a にアウトストラーダ A4 ポーランドの、高速道路も完成路線建設中路線、計画路線ポーランドの高速道路には、高速道路、アウトストラーダと純高速道路、 ドロがエクスプレザウィの2種があり、どちらも原則として通行量は無料で一部区間のみ有料。アウトストラーダが国内主要都市間及び周辺諸国とを結び、エクスプレス負荷がその支線としての役割を担っている。当面の整備計画は2種合わせて25路線。うち主要3路線は2012年6月に開幕する UEFA 欧州選手権2012に向け。 急ピッチで建設が進んでいる。2012年末までには国内主要8都市がアウトストラーダで結ばれる予定である。ポーランドの行動法ではアウトストラーダとエクスプレス付加について下記のように規定している。2000年から2012年までのポーランドの高速道路の建設総延長推移。緑は完成路線、赤は建設中路線現在建設中。 および計画中の路線は1990年代後半に策定された建設計画をベースとしており、ルートや距離などで修正、右往曲折あったものの、概ね計画に従って建設が進められている。2004年には閣議決定で2種の高速道路の計画総延長を 7200km とし、2009年にはさらに 7300km とした。 2012年6月にポーランド・ウクライナ共済で UEFA 欧州選手権2012が行われることから現在高速道路建設が各地で急ピッチで進められているが当初予定に対し大幅に整備が遅れている。ポーランドは EU 加盟以降 EU 結束基金や開発基金からの多額の援助をもとに高速道路網、鉄道網、 港湾設備など物流インフラストラクチャー整備を進めており、アウトストラーダの急速な整備の原動力となっている。アウトストラーダ並びにエクスプレス付加の最高速度は下記の通り。完成済み、建設中、計画段階も含めた路線一覧は下記表の通り。表中の印は概算。基本的には南北に走る路線は、奇数、東西に走る路線は、 偶数の番号が与えられている。基本的には、運輸、建設、水産省管理課の国道、高速道路総局が行うが、民間企業が管理する路線もある。大々線は、国道、高速道路総局が管理する無料区間。青線は、民間企業が管理する有料区間。緑線は、建設中、または、計画区間。純高速道路の通行は、 現在のところ全区間無料である。高速道路も原則無料であるが A1、A2、A4 は一部区間を除き有料である。料金の徴収方法は下記の二通りがある。オープンタイプ高速道路上に設置された料金所で通行料を徴収する方法でポーランドのアウトストラーダではこのタイプが多い。料金は車種によって異なる。このタイプはコスト面で 比較的安上がりであるが、料金所で一旦停止する必要があるため、交通の流れが悪くなる一因ともなる。クローズタイプ高速道路に接続する、道路上に設置された料金所で徴収する方法。ドライバーは高速道路に入る際に料金所でチケットを受け取り、車種や走行距離に応じて料金を支払うようになっている。インターチェンジ等。 高速道路との各接続部分に料金所を設置する必要があるため、オープンタイプよりもコストがかかる。バイオタールによる電子課金システム対応区間であることを表す、標識蒸気の従来からの徴収方法のほかに、2011年7月1日より、ビアトルと呼ばれる電子課金システムが導入された。最大積載量3.5トンを超える自動車もしくは、バスは、 バイオタールが導入されている高速道路区間を通行する際、バイオタールに事前登録した上で車載機を設置していることが義務付けられた。登録、または車載機を取り付けずに該当区間を通行した場合、罰金3000ティが課される。有料高速道路の標識。アウトストラーダのうち無料区間は下記の通り。アウトストラーダとエクスプレス負荷は設計上いくつかの。 違いがあるが、エクスプレス負荷はアウトストラーダと比較して、主に下記の点で異なる。アウトストラーダは、他の高速道路、準高速道路並びに主要幹線道路とインターチェンジやジャンクションで接続できる。各インターチェンジ間の距離は最低でも 15km 以上とされているが、国境付近、大都市近郊では 5km 以上と規定されている。また、 アウトストラーダには緊急通信装置の設置が義務付けられている。アウトストラーダの設計は設定最高速度によって下記のように定められている。市街地の始まりを表す標識。市街地の終わりを表す標識。エクスプレス付加は他の高速道路とはインターチェンジやジャンクションで接続し、他の主要道路とはインターチェンジやジャンクション。 もしくは平面交差で接続することができる。各インターチン時間の距離は、郊外では最低でも5トル以上とされているが、国境付近の市街地、大都市近郊では3トル以上と規定されている。ラウンドアバウトの設置は、終端部でのみ認められる。設計最高速度は、道路の立地が市街地であるか郊外であるかにより異なる。アウトストラーダの設計は、市街地、 郊外の区別と設定最高速度によって、下記のように定められている。ありがとうございます。